や、キヨさん、ありがとう。ありがとう。おかえりなさい。おかえりなさい。わかりました。いや、わざわざありがとう。私はお願いします。シンガポール出てからちょっと揺られます。ありがとうございます。大御所よろしい。どう、どう。ねえ、清瀬君。とにかく早く米の飯を食いたいですね。米の飯ですか。美味しいおしんこもお酒も用意してございますよ。おお、それじゃあまるで無電で注文したようですね。以心伝心ってことがございますからね。おかげさまで私も今度東京の方へ帰らせてもらえるようになりましてね。お、一緒にですか。まあ、同じ船になるだろうと思いますが。ああ、そりゃよかった。あなたの上海詰めも相当長かったから。はいよ。お父さんのおかげでやっと東京の空気がするようになりましてね。さあ、こちらが尊家の筆山君、こちらが会計の林君です。どうぞ。どうぞよろしい。いや、社長さんの。小笠原指示伺っております。フランスで劇の研究なさっていらしたんで。ずいぶん長いことご研究なさっていらしたそうで。いや、いい加減なもんですよ。で、商売の方はうまくいってんですか。ああ、ただいま主に生糸を扱っていますが、成績はそう悪い方ではございません。何しろ品は広いございますからね。それだけに骨が折れるでしょう。いや、みんな一生懸命やってくれますんで。あ、実はキャバレーの方へ電話いたしましたら、ちょうどいい席が空いてますそうです。お、それは手間しなかったね。時間もちょうど頃合いだと思いますが。パリのをご覧になったら、あるいは子供騙しかもしれませんが、まあ上海では一流だという評判ですが。いや、上海は上海のカラーがあっていいです。ご貴重のお祝いと支店長の送別を兼ねて、一席愉快にやろうと思いましたもんですから。じゃあ早速連れてっていただきましょうか。君くないか。劇でもやってみたいと思うんですが、今夜は非常に参考になりました。それを伺って私どもも安心いたしました。いや、お祝いに一杯。あ、ありがとう。清瀬さんにもいろいろとお世話になりましたね。感謝のために一杯。そうですか。それは支店長、上海最後の夜のために一杯行こう。いや、僕こそ帰って諸君に世話になったよ。とんでもない。東京に帰ったいとさ。いや、君たちは上海がいいよ。不告诉我，遇见你，是不是？因为我很忙的，没见你们的功夫。我们你也还是到东京去看看您吧，我们带去可以吗？可以。我因为帮妈妈的事情，能带着酒回来。
白子は増えてなもんで、はっきり分かりませんが、早く帰ってちょうだいなって言ってるんですよ。長女天変ですな。いいか、ちょっと、教授君、遠慮なくどう。どうです、皆様とご一緒に縁を共にしようじゃありませんか。そうですか。早く。谢谢。谢谢。阿姐呢？啊，阿祖米。哦，阿祖米 ，How do you do？ Please sit down. Oh no, please. What? Pardon？ 没有，没有，没有。哈哈哈哈時は酒で酔っぱしちゃった方がいいんですよ。横になった方がいいんじゃないか。いや大丈夫です。遠慮なく。これ横になった方がいい。いや。いやこういう時は酒ですな。大丈夫かい君。いやちょっと風に吹かしてます。大丈夫かい君。そうですか。難波線があるのか。もし難波線があるんですか。ええ。大丈夫ですよね、この船。どこでやられてるんですか。この駅から南東約350キロ辺です。貨物船ですよ。ひどかったからな。大変だな。いやひどくやられたな。ゆうべの式じゃねえ。たまりませんって。これはいいか。こっちの船ですね。ええ、第二あっちもありますよ。あの船は大潮行きの機長を積んだったはずです。もう親父の耳に入ったでしょうか。自然の力には勝てませんからな。乗組員たちはどうなったでしょう。はあ、念のためには本社へ無事にしましょう。乗ってる船に発見されるなんて、や
っぱり因縁というもんかな。哲也さんも気をもんでらっしゃるでしょうに。そうだったら頼もしいんだが、天で親の商売なんざ考えても見ないやつだから困るよ。でも今度の国書は演劇方面じゃかなりな期待ですし、うん、どうだか。それどころか店は生やさし損害じゃないぞ君。その辺の手抜かりはバンバンございません。保険のことか。さようです。評価の3倍もつけてございますし、取引以上の儲けです。君にあってはかなわんな。社長の押し込みも10年以上になりますものな。もう10年も経ったら俺の商売敵か。とんでもないこと。お茶を召し。あ、いや、やっぱり畳はいいな。さあでございましょうか。どいち、座ることも寝転ぶこともできるんだからありがたいよ。そりゃ畳の上でお前になったんでございます、ね、いや、僕は病院のベッドの上だって言ってたよ。え、さあでございますか。あら、あれはお兄様の方がお離れでお前になったでございます。兄さん、入ってもいいかい。ああ、入っといてよ。勉強の邪魔じゃなかった。お土産の本早速読んだんだが、大変勉強になったよ。ああ、もう読んじゃったの。なんて言ったってフランスは人類学の先進国だからな。そりゃ良かったですね。これをゆっくり読めると思うと嬉しいよ。じゃあ僕のフランス行きもまんざら無駄じゃなかったね。無駄どころか、お前の演劇研究だってこれからどんな波紋を起こすかわからないぜ。兄さんもなかなかお世辞は上手くなったね。何しろカルチェラタンの本屋って本屋、それからセーヌ川の古本屋まで足を棒にして探し回ったんだぜ。本当にいいお土産だった。ああ、ずいぶん本が増えたね。僕たちのことお父さんもうすっかり諦めてるらしいね。もう昔ほど愚痴もこぼさなくなったよ。学者に演出家が、もう一人弟がいたらお父さんの後を継げるんだろうな。その弟も別な道行ったってね。いや、俺は命令するよ。お父さんが命令したって僕たちは聞かなかったじゃないか。誰だい。だいぶ仲良く話し込んどるな。俺の部屋へ来ないか。お茶は入れさせてあるんだぞ。ええ、これか、高い本というのは。ええ、5000フランですよ。実はな、藤村からお前の話が出たんだが。藤村さんから。お前、あの男がやってるレビューについて何か話し合ったことはあるかい。ええ、ちょっと演出のことについて生意気言っちゃったんですよ。いや、なかなか感心しとったよ。まんざらお世辞ばかりでもあるまいと思うんだな。次の公演からぜひ演出の方をやってもらいたいと言うんだよ。だって僕のはレビューの演出が専門じゃないんだからな。頼んできとるんだからやったらどうだな。大体あの劇場には相当資本もつぎ込んでるし、お前に言ってもらうとわしとしても張り合いがあるんだ。ええ、まあ早い話が、いやいや出した金が初めて生きてくるというわけだ。どうだろう。せっかくの才能を寝かしとくよりはマシと思うけど。そうだ、乗り出してみんか。え、やってみなさい。フランス仕込みの腕を振るってやってみなさい。徹夜引き受けたらどうだ。Thank you.
グラスどうです？いりません。よく見えますよ。君どう？あ、僕いいです。今度の飲み込みは絶対自信があります。ご覧なさい、蝶の入りを決してご損をかけたことはありませんから。で、この次の巻くのは日本なんです。お宅の徹夜さんの演出なんです。どうだか危ないもんだな。あ、なんか張り切ってんだね。だってお入りなんですもん。ですなっちゃう。いや、今日はあなたまで忙しそうですね。ゆっくり見舞させてもらいます。おい、できこ、お前こんなとこにうろうろしてないで、きっと岡倉さんのお相手をしなきゃダメじゃないか。あの方ならシゲルがお相手してますわ。ね、16小説目は終わったら、ね、安定です。きっかけ教えたら。鈴木屋さん、どうぞ横になりますわ。鈴木屋さん、今日お見えになりませんの？兄貴ですか？僕の買ってきた本にかじりついてて、一本も家を出ないんですよ。まあ、あなたのデビューだというのを言っていましたね。変わり者ですからね。それともあなたの詰め方悪かったのかな。やめなさい。いよいよ今度ね。Thank you.
分にはね、きっと大成功よ。そりゃそうよ。この小屋、始まってるのは豪華版なんですね。そう、これが頭よだったら、演出着衣振った方がいいわ。ねえ。おい、なんてライトのかけ方なんだ。緊張したまえ。すみません、そう簡単に言わないでちょうだい。どうして。美代子さん、私の妹なんですもん。え、妹？小学校1年下の後輩で、とっても仲良くしてたの。何ぼやばしてんだ。どうです、受けてますね。うん、なかなか面白いね。うん、3月1日も素晴らしいんだよ。もう高くて例のお嬢さん、またおいでなすったよね。そうよ。どうして今日いらっしゃいませんでしたの。どこへ。徹夜さんの舞台よ。ああ、そうでしたね。とっても成功でしたのよ。そう。ひどい方。冷淡すぎると思わない。徹夜さんだってどんなに張り合いがあったか知れないじゃないの。それを言いに来たんですか。そういったら悪かった。あなたが学問に熱中なさってることは私好き。それは尊敬してるわ。ありがとう。冗談じゃないの。せめて憎しみだけは当たり前の人になってもらいたいの。そう贅沢な注文じゃないと思うわ。また常識論が始まりましたね。それが根本じゃないの。学問が人類のためだとおっしゃるけど、現在生きていく人間の気持ちも分かんないようじゃ頼りないわ。これ西ゴビから掘り出された女なんですけどね。どうも昔からおしゃべりでしてね。私どうせおしゃべりよ。あなたはいつも私のことを別に者だとおっしゃるけど、
これが黙っていられると思いになりまして。何だい。一体時子はどこ行ってるんです。時子は知りません。あなたが甘いからでございますわよ。もしものことがあったら岡村さんに対してだって申し訳ないでございません。あなた婦人教風会の幹事としてもあまり娘に勝手な真似はさせられませんからね。ぜひ台の上で出ておきながらまるで子供のように跳ね回ってばかりいて、それをほっとくあなたもあるでございますわ。大体あなたは、あなた、ちょっと。うるさい。大体あなたは女のことって言うとだらしがなさすぎますわ。レビューをお始めになったのも結局は若女の好きな証拠です。いいお年を召して。バカ、投資家はまた下がった。え、あなた、時子をどうするんですよ。知らないってば。子供の教育があなたがしたらどうだ。まあ、そんなお考えだったんですか。いや、そんなお考えもこんなお考えもないよ。私は商売が忙しいんだから、せめて家に帰った時だけぐらい頭を休ませてください。それじゃあ、あなた子供に対してあまり無責任じゃございませんか。直接の責任者もあなたじゃないか。聞くや、ちょっと来ない。タキの写真もらってきたぜ。あ、そうですか。ほら、サインチキだぜ。あ、すいません。まあ、いいわ。あの、あれからカチューシャどうなりましたの。あ、あれからカチューシャはね、16になったんだ。そしてね、その初夏の頃ね、ネフリュードフのおばさんの家遊びに来たんだ。こう、ちょうどね、庭にはね、ライラックの花がこういっぱい咲き乱れてるんだ。ライラックってどんな花です。え、そのね、ライラックってこう、とてもね、こう綺麗なね、白い花なんだね。そこでね、みんながね、鬼ごっこしたの。するとね、ネフリュードフとね、カチューシャのね、二人がね、偶然こうね、同じこの草むらの中にね、こう隠れるようなことになってしまったんだね。するとね、向こうからなんだか花の匂いがするようですわ。そしてね、あら、お嬢様の帰りですわ。お帰り遊ばせ。時子、時子や、ちょいと話があるのよ。ええ、今行くわよ。しょうのない人だね。いえ、旦那様、ご指名があるんだ。来たしとくれ。もうじきご飯なんだぜ。元気で行こうよ。ダメじゃないか、別に下のことして。ほらほら、ダメじゃない。おはようございます。おはよう。おはようございます。いつも下を出すって。遅いじゃないか。だって開幕に間に合うといいと思って。何、稽古を見ないでライトもかけられると思うか。あ、バイバイしてない。続けて続けて。お、バイバイ。おい、この仕事は義務だけじゃできないんだぜ。もっと力なんだ。電話してみたよ。さあ、やったやった。シバリエだってマクドナルドだって一夜漬けのスターじゃなかったんだぜ。さあ、やったやった。君までぼやいしたんじゃダメじゃないか。え、
どうぞ。ちょっと君。何か。経費の問題なんじゃない。今度のはどのくらいかかると思うんですか。それをご覧になれば。あ、見た。いかがですか。少し光りすぎるように思うんだけども、なんとか減らしてもらえんかね。それは困ります。いや、今もだって評判がいいから、仕込みを取り戻すだけの入りがないんだ。万人お礼が火を出したりします。しかし、いや、わかった。わしは儲けるためにこの仕事をやってるんだ。そうが、僕は責任を負わされている以上、できるだけ良心的にやりたいんです。良心的もの結構さ。だがね、社長さん、白川町の岡倉様からお電話。あ、岡倉さんか。あ、そう。存じます。ただいま即刻参上いたします。はっ。じゃあ待ってるよ。おい清彦、お前のおかげでまたつまらん金を使わされそうだよ。すみません。で、名前は何て言ったっけ。娘さんの。わからないお父さんだな。何遍も言ってるじゃありませんか。トキコさんってんですよ。トキコさん。トキコ、トキコ。いいのだな。なかなかいい娘さんだそうじゃないか。ご子息さんの思い合いにかなったのがどうも不思議なくらいでございまして。謙遜せんでもいい。いえ、とんでもない。たびたび申し上げました例の軍資金のことでございますけれども。あの金かい？君んどこの劇場もなかなか当たってるそうじゃないか。ただし採算の取れないもんでして、私も蓋を開けて驚いてるような始末なんでございます。まさか。いえ、本当に。岡倉さんだから申し上げるんでございますよ。そうかね。商売にならんというのかね。人件費や仕込みに案外かかりすぎましてね。あんたはかね。はやだな、もう。私といたしましては、例の電気鉄道敷設の権利買収の方をつけませんければ、もう安心ができません。いかがでございましょう。ぜひご投資を願いたいのでございますが。そうなりますれば、買収費以外各方面にもいろいろいりますし、私一人の力ではどうにもならないのでございます。それはそうだろう。いかがです。誰かお呼び出しましょうか。今日はいかん。用があったらまた呼ぶ。はい。で、なんて言ったっけね。名前は。誰がです。君の子だよ。ご冗談ですよ。私にはそんな色っぽい馴染みなんかございませんよ。君の娘さんだよ。あ、トキコですか。トキコ。トキコさん。せがれのやつがしきりに言うんだが、その方はいいだろうね。大丈夫。私が申しますわ。そのことでしたらば。よく言ったもんだよ、君。世の中は何事も持ちつ持たれつだよ。君、若い子を呼ぼうか。あれですな。この子いい子がいる。
何しに来たんです。あなたに笑われに。笑われに。どうしたんです、こんな顔して。構わず話したらどうです。私の縁談なの。どう思いますって。相手は岡倉さんの息子さん。意味ない金持ちよ。結構じゃありませんか。父さんも母さんもそう言ってるんです。あなたの気持ちも伺えと思いますの。あなたのような聡明な人が一心上のことを人に聞くなんておかしいですね。やっぱり笑われちゃった。平安丸、平安丸だね。あ、あさって積み込み。あ、よろしい。承知しました。あ、清さん。どうだった。今度の荷は全部検査が通りませんでした。ダメ。やっぱりな。どうしたんでしょう、一体。まあいい、ご苦労。あのね、東京の証拠ぐらいかけてね、社長さんが来てられるとか聞いてくれ。急いで、至急を。分かったよ、東京証拠クラブだよ。さあ、こんにちは。いやいらっしゃい。横浜空気がいいですな。せいせいする。それがね、あんまりせいせいできんですよ。どうしてですか。今度の品は全部離れましたよ。山城さん、差し出がましいようですが、支店長の責任上申します。今度はひどいものを集めたようですな。と申しますと、僕の一存だとおっしゃるんですか。いや、もちろん人だってことでしょうし、何年キートを扱っていられるあんたがそばについていられながら。僕としては会社の利益を考えてやったことですし、それに、はい、はいはい、あ、社長さんですか。あ、清瀬でございます。はい、あ、報告なら僕、はい、あの、いや、おります。ただいまね、検査の結果が分かったんですが、はい、離れました。あ、全部です。ええ、全部やられました。ん？はねられた？そんなバカなことってあるかい。それじゃあミスミス。居住の湯まるで冬にしたようなもんじゃないか。地球に原因を調べたまえ。山城もそっち行ったはずだから、あれともよく相談をして。はい、承知しました。はい、さよなら。山城君は？お帰りになったらしいんです。そうか。店長、あ、私たちの人からこんなことを言うのは何ですけど。山城君のことかい。そうなんです。社長は山城さんを信用しすぎているんじゃありませんかね。あの人が兜町へ手を出している金だってどっから出てるんだか分かったもんじゃありませんからね。さあ君、個人関係やさいや。そうですか。あ、こちらにおいででしたか。
劇場の方へもう一度ご援助を願いたいと思うんでございます。さあ、そのことは考えさせてもらいたいと思うんだけど。ダメでしょう。少し僕の方にもしくじりがあってね、その前後策を講じなければならんような始末さ。しくじりと申しますと、ちょっと糸の叩き方で。ほう、それはまあそれとしておきまして、どうでしょう、いかがでしょう。そりゃうちのせがれもあなたのお宅のお世話にはなってることだし、まんざら他人のような気もしないんだから出したいとは思うんだけれど。いえ、決してそんなつもりでお願いしたわけなんじゃないんでございますよ。しかしお宅の土屋さんもなかなかやり手ですわ。私としょっちゅうやり込まれてばっかりおります。俺もそうですかね。ただ困ることには芸術一方で、経済的には点で考えてくださらないことですよ。まあ客受けも入りもそことなんでございます。どうも経費だわりなりがちでした、ね、今度で3回目ですけども、それも思うように開けられないような始末なんでございます。うん、時期にお返しができるんです。実はうちうちだから申し上げますが、例の山下電通施設の件。おお、何をやっておられるんですか。いや、取りますとも、ある財閥の講演でもって、もう成功は明日、明後日、まあ時間の問題でございますな。おお、どれです、講演者は。まだその名前を申し上げるわけにいかない。22。あなたにかかっちゃ頭まで思うままですね。どうですか、あなたも一口お呼びになった。いやー、その方は。じゃあ、とりあえず劇場の方はよろしくお願いします。じゃあ、道楽息子を持った税金として泣きますか。じゃあ、どうもすみません。今の伝説の話を、どうか秘密に願います。ああ、いいね。僕はこんなのが好きさ。こちらの方が綺麗じゃございません。僕は誰にも見えない罪っ子のことによってる。こんな風なのが好きさ。そうですか。呼んでの聞こえなかったの。すいません。何してたの。はい、出かけようと思ってんのに困るじゃないの。薄茶のエバオリどこにあんの。お前知ってるだろ。はい、タンスの3番目にがございましたけど。3番目より今探したのよ。あらしないわんだから。お前どっか入れ忘れたんじゃないかい。しげるちゃん。え、何。ちょっと。なんだ姉さん。土屋さんとっても評判がいいわよ。うん、目下東洋劇場に上演中のグランドレビューシャンソンドラメールは新人渥美哲也氏の貴重第3回の演出になるものであるが、ここに彼は絢爛たる舞台を展開した。メカニックな構成ことにスペクタクルな表現はまさに驚嘆に値するものである。おお、すごい師匠だね。でもよかったわね。それは姉さんは人一倍嬉しかろうさ。どうして。彼氏の弟だもん。嫌な人。あんただって菊屋が好きなんじゃないの。知ってるわよ、不良。そんなこと言うもんじゃないよ、売れ残り。まあ、失礼ね。よし、蹴らなくたっていいじゃないか。失礼よ。何してるんだい。失礼ね。してるんです。ちょっと蹴飛ばすんだもん。まだ支度してなかったの。とっくにできてると思ったのに。ダメね。今日はいつもと違うんですよ。おかくらさんからわざわざのお招きじゃないの。いつもそれだから嫌になっちまう。でも行きたくないんですもん。なぜ。母さんの気持ちにもたまにはなってちょうだいよ。姉さん、お母さんの言うことも聞くもんですよ。お前はいいから行ってらっしゃい。はい。トキコン、まあ一体どうするつもりなの。
あちら様は嫌なようなご催促なんですよ。何かあるんじゃないの？じゃあ話は簡単じゃありませんか。お父様で手こずらすなんて、子供じゃないんだから少しは考えておくれね。そんなら母さんだって私のことも考えていただきたいと思うわ。何を考えると言うんです？お前がいつまでグズグズしてるから、お父さんまだ岡倉さんに対して気まずい思いをしてるんですよ。父さんや母さんの問題じゃなくてよ、私の問題ですもの。少しぐらい考えさせていただきたいと思います。奥様、岡倉様からお催促のお電話でございます。あ、そう、ただいま出かけましたとこです。申し上げといてくれ。はい。さあ早く支度しておくれね。ただ行くだけよ。いいこと？え、行くからいいでしょ。熱心にやってくれるので非常に嬉しいよ。君もう少し大胆にやった方がいいね。お疲れ様。いや、ご苦労さん。先生、今日私どうでした？まあいいだろう。贅沢言っちゃキリがないからね。君も廃校部の主任なんだから、もう少し自分のアイデアを入れた方がいいかもしれないね。そうですか。君お腹空かない？うん、僕はペコペコなんだ。本当私もなの。じゃあ食べよう。まあ、こっち行こう。お母さんも知ってらっしゃるのね。この際じっとしてられるかい。来たわよ、来たわよ。まつみはつらいわい。だってあんな大きなビートギターとで。また金出してあげちゃったの。私とっくりくりしちゃった。実は今になって苦しいんだ。私、戦争とても怖い方だと思ってたのよ。これでも怖い時は怖いんだぜ。あ、止めてちょうだい。どうしたの？金がね、大噂を伺っておりました。これがいろいろとご厄介になりまして。は。あの、すぐそこでございますから、ちょっとお茶でも召し上がっていらしてくださいまし。あ、またいずれ。これと二人っきりですし、むさ苦しい住まいでございますけど、どうぞ。母さん、先生帰ってご迷惑よ。あ、そう。どうもありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。ごめんください。先生のお住まいどちらなの？白金ですって。まあ随分遠回りじゃないか。だって本当に大変だね、こんなに夜遅くまで働かせて。何言ってんのよ母さん。
お父さんさえ言ったらね。およしなさいって言ったらまたお父さんのことなんか思い出してさ。あら、綺麗な星。見事にやられましたな。この調子じゃ判例がまた減りますな。いやどうも全くお見事です。どういたしまして。あ、今日売りって話があるんだけども。お話でしたらデュークホールの方でお願いしたいですが、いかがでしょう。デュークホール？ああ、クラブハウスですか。山下さん、警長だけどもいろいろお願いしたいことがあって。お話を伺いませんことには。君に頼まなきゃできないんだから。まあと申しますと。君のところの大将渥美さんね。あの人から少し金を引き出したいと思うんだが、なかなか肩をつけてくれないんでね。電鉄敷設の件じゃありませんか。え、知ってたのか。地獄耳です。ただいまの。今日は話いいや、乗りましょう。しかし見込みはさ、それなんですね。上海から帰ってきた横浜の支店長がこれなかなかの聞き物ですね、うん、私もだいぶやりにくくなっておりますし、忌憚なく申し上げるならば、渥美はもう下り坂なんですし、この際限ってしまった方がよろしいんじゃないですか。どうかな、そんなにいけないのかね。うちはお覗きますとね。どれどれどれ。ありがとうございます。ほらほらほら。これは惜しいもんだね。この話にはせっかく岡倉さんが肩を入れてるんだからね。岡倉さん、大さん、そうなんだ。それじゃ考えることはありませんよ。岡倉さん一本やり食い下がったらいいじゃん。いや、ところがね、これには難しい条件があるんだよ。どんな。この野良倉松君の清子ね、あれの一の娘をもらいたがってるんで。清子さん、うん、なかなかうんと言わないんだ、時子のやつが。ああ、そうでしょう。どうして。お嬢さんは厚美の長男におもし飯があるということですね。え、ご存じないんですか。うん、知らんねえ。でも人さん、これはどうにかならんかね。どうなんでもありません。じゃあ頼む、頼む。壊すことはわけない。その代わりです。私の岡村。